2015年4月30日、韓国聯合ニュースは、安倍晋三首相が、米議会上下院合同演説で従軍慰安婦問題に謝罪していないことについて、米議会内から強い批判の声が出ていると報じた。報道によると、共和党のエド・ロイス下院外交委員長は報道資料で、安倍首相が東アジアの外交関係を悪化させる過去の問題を適切に処理する機会を活用できず、非常に残念だったとした。また、下院外交委員のエリオット・エンゲル議員は、声明で以前の首相の立場を継承するとしながらも、慰安婦問題、特に慰安婦被害者であるイ・ヨンスさんが、本会議場ギャラリーで演説を見ているのに、直接謝罪をしなかったと指摘。安倍首相が、帝国主義の日本軍が犯した戦争犯罪について、もっと直接的に言及すべきという点には、疑問の余地がないとした。このほか、マイク・ホンダ議員は、安倍首相が今日の演説で、第二次世界大戦中に、帝国主義日本軍が組織的に犯した蛮行、いわゆる慰安婦犯罪について謝罪していないことへの責任を継続して回避しているが、これは衝撃的であり、非常に恥ずかしいことだと批判した。この報道に、韓国のネットユーザーから多くの意見が寄せられている。ニュースでよく見る、そのホンダという人は、本当に素晴らしい人だな。被害を与えたら、謝罪するのは当然だ。慰安婦にも謝罪するのは当たり前のことだ。実際は、米国の中の韓国寄りの人はだんだん減ってきている。こんな発言は少数意見に過ぎない。大勢は日本寄りだ。米国の大半の議員とオバマ政権は、真実と正義を無視して新帝国主義の復活を狙う安倍と手を握った。正義と自由の国は、日本の緻密な計画により日本のために動くような大きな組織になってしまった。新韓派議員ら数人が批判しているだけなのに、こんな記事まで書かないと新聞が売れないのか。それに地上波でも、まるで米議会全体が非難しているかのような放送が溢れている。強気にことを進められるリーダーがいて、日本の国民が羨ましい。